旅客機がハイジャックされた事件が発端となり発生した事故である。犯人の要求した台湾行きを機長が拒否、言い争う間に燃料が不定し、広州へ着陸しようとしたため犯人が激怒、機長ともみ合いになり、着陸に失敗した。その後、暴走し空港内の中国南方航空と中国南西航空の旅客機に相次いで衝突、そのために多くの死傷者を出した。 1990年10月2日、中国福建省に本社を置く、アモイ航空のアモイ発公衆域の8301便が、若い男性にハイジャックされた。犯人は操縦席に、基調だけを残したのクルーを追い出した上で、台湾きを要求した。しかし基調は、要求を拒否、そのため言い争いとなるが、 その間に燃料がなくなりかけたので機長はイギリス領香港への着陸を妥協策として提案した。犯人はそれを拒絶、いよいよ燃料が底をつき、広州白雲国際空港に着陸しようとしたところ、犯人が激怒し、機長ともみ合いになった。そのため着陸に失敗、滑走路を逸脱し、途中で上海への離陸のために待機中であった。 中国南方航空のボーイング757の21バイトに衝突、その胴体全部と主翼を切断した後中機場にいた中国西南航空のボーイング707の 3J6 バイトに衝突、最終的には草地で横転して停止した。結果的にボーイング737の乗員乗客104人のうち82人と ボーイング757の乗員乗客122人のうち46人の合わせて132名が犠牲になった。なおボーイング707には操縦士が一人搭乗していたが奇跡的に生命に別状はなかった。原因についてハイジャックを許した中国の航空保安体制に不備があったことが挙げられるがハイジャック機が着陸するにもかかわらず ボーイング757に離陸のための地上走行を許可した、管制塔の危機感の欠如が被害を拡大させたため、中国当局も不備を認めざるを得なかった。ありがとうございます。